吉田さんそうテクノロジーによって時間のスピードが個人個人大きく変わったってところありますねで私が一番最初にねこれだと思ったのはあのビデオなんですよ例えばプロモーションビデオって私が中学や高校の頃バンド人間だったんですけども高かったんですよ1本1万とか安いので3,980円とかねとても手が出ないんですよねでもどうしても好きなミュージシャンのビデオは欲しいし インタビュー映像とか欲しいしって感じで CD なり VHS のビデオテープなり買ったりレンタルに行ったりしたんですよねでミュージシャンになってこういったビデオが作れないかなっていうふうに思った時に私大学生の時にいっぱい曲を出したりとかライブしたんですけども良くてデモテープなんですよでデモテープも100本ぐらい作ってコスト10万ぐらいなんですよね安くて安くて10万がないんですよその時に うん、確かに10万でデモテープ100本作ってまあ1本ね500円とかで売りさばいているっていう人はいたんですけどもでもねなかなかカセットテープほんときついですよでも今は自分のプロモーションビデオを作って売るにしても見せるにしてもコストゼロなんですよね見る方も買わなくても手に入るんですよで無料になったからより質の高いものが市場にあふれ出したんですよね すすごく市場に信頼性があるんですよで私はねインターネットはなんか嘘か本当か分かんないものが混じってるって言いますけどもそれはね趣旨選択が下手な人は変なまがいものとかに目をつけてしまうのかもしれませんけども基本的にはね良質なものしか残らないんで、ね、何を選択しても当たるんじゃないかなと思いますね。まああでも例外があってそれは 縁ももゆかりりなないい人がいきなりダイレクトメッセージを仕掛けてきて、きクリックしたら動画が始まるってやつああいうのはちょっとねあまりにも営業のセンスが悪いつまりビジネスができてないと思うんでこれはちょっとねないなと思いますけども無料動画の中ですごく価値があって興味があるなっていうのをずっと見続けているとやっぱその人から商品買いたくなりますからね。というのが買う人にとっての世界一は私たち誰かになる可能性は高いってことなんですよ。 ねだから、ホリエモンのビデオを買わない人でも、即価塾に入りますからね。だから、ある意味、最小購買数的な価値じゃなくて、最大公約数的な価値にたどり着けるとも言えるんじゃないかなと思います。ねここが、やっぱり私の思う、即価塾の売り上げの、あの、やっぱりこう、ストライクゾーンなんですよね。最大公約数ですよね。最大公約数。これはまた別の機会に説明しましょう。では。